クロースが一流の選手として活躍し続けられる理由がこちら。クロース自分でスパイク洗ってるのか。素晴らしい。本当のプロは道具も大事にするよね。シューズを自分で洗うサッカー選手初めて見た。一流は全てが一流。これがプロフェッショナル。いいパフォーマンスもできるのもこういった行動から支えられてると思う。イチロー、マラドーナ、宮大工など一流のスポーツ選手や一流の職人さんは道具を非常に大切にする。それ時代も自分のスパイク磨いてたよな。どうしてスパイクを磨くのですかの質問に逆になぜやらないのか理解できないって答えてた。これぞプロフェッショナル。クロースほどの選手がこれなんだから、ほぼほぼの選手たちは見習ってほしいし、道具にはこだわりたいね。皮肉屋で煽り、地質のくせにこういうとこあんの本当にずるい。